マルクスリキニュースクラッススは、共和制ローマ時代の政治家、軍人である。第三次奴隷戦争で、スパルタクスを討ち取り、グナエウス・ポンペウス及びガイウス・ユリウス・カエサルと共に、第1回3党政治を行った。紀元前115年頃、プブリウスリキニュース・クラッススの三男として、ローマで生まれた。クラッシュス一族は、エクイテス出身であり、父以外にも、 コンソルやプライトル経験者を多数輩出した家柄であった。一族が有する財産と父の莫大な個人の財産にもかかわらず、クラッススと兄弟は小さな家で一緒に育てられた。クラッススの兄弟は結婚して、子供ができた後であっても、両親や若い兄弟と同居し、一緒に食卓を囲んだとされる。ただし、クラッススが成人になる前に、兄弟の一人は、 同盟主戦争で戦死、父及び他の兄弟は、紀元前87年に、ローマへ侵入したガイウス・マリウスの一派によって、ルキウス・コルネリウス・セッタの党派とみなされて殺害された。ローマを制圧してから、わずかの間でマリウスは死亡、その後は、ルキウス・コルネリウス・キンナがローマを支配した。クラッセスは、父や兄弟の死に連座することはなかったが、ローマからヒスパニアへ逃れた。 スッラをかたどった効果、ポントス王み取り立てスロクセイトの間で一応の和訳が成立したスッラは、紀元前84年にローマへと進軍を始めた。クラッススは、スッラの支持者でアフリカ属州を根拠地としたクイントスカエキリウスメテルスピウスのもとに身を寄せたが、やがて仲違いして、スッラのもとへと向かった。スッラはクラッススに一軍を与えて、マリウス派の残党討伐に向かわせた。 その際にクラッススは、護衛兵をつけてほしいと頼んだが、スッダに、お前の父や兄弟が撃たれた敵を、我々は攻めているのだと返され、クラッススは発奮したと伝わっている。紀元前82年、ポプラレスの残党と廃山のサムニュム人がスッダを打倒するべく、ローマへ進撃した時、スッダは、軍の右翼の指揮をクラッススに任せた。このポルタコリナの戦いで、 クラッススが率いた右翼はサムニウム軍を撃破しスッラの勝利に貢献した。スッラ配下の武将として地盤を作ったクラッススの次の関心はマリウス派によって収奪された家族の財産を再建することであった。スッラによるプロスクリプティオによりポプラレスや性的の財産がすべて没収されて競売に付した際にクラッススはこれらの財産を買い叩いた。また、クラッススは 銀山や高価な土地を多数保有するようになったが、中でも優秀な奴隷を多く抱えて、それらの経営を任せたことで、一層の蓄財が可能となった。さらに、火事になった家の周辺の隣家が炎症を恐れて、持ち家や建物、土地を手放すのを、いち早く情報を仕入れた上でそれらを買い占め、その後に自らが雇っていた建築に携わる奴隷に、それらを壊させたために、 ローマの大部分がクラッススの所有物になったとされる。紀元前78年にスラは死去したが、常実のように多くの富を得たクラッススは、ローマ政界での有力者の一人に数えられるまでとなった。財産を形成したクラッススの次の関心は、政治キャリアを重ねることであった。スラに近い派閥にいたこと、ローマで最も裕福であったこと。 コンソルやプライトル出身者を多く持つ一族の出身であったことからも有利な立場であった。ただし、同じスッラの配下で多くの軍港を挙げて、スッラからマグヌス、イダイナノイとも称されたグナイウス・ポンペイウスに比べると、クラッスの軍港が見劣りする点は否めなかった。詳細は、第三次奴隷戦争を、参照第三次奴隷戦争、クラッス,ス軍、スパルタクス軍、 ポンペイウス軍紀元前70年代は、ローマ各地で反乱や戦争が勃発した時期であった。マリウスの時代よりローマを悩ませていたポントス王、ミトリダテス6世との戦争には、当時のローマで最高の武将と称されたルキウスリキヌスルクルスが派遣され、最後のマリウス派であったクイントスセルトリウスによるヒスパニアでの反乱の鎮圧にあたって、紀元前73年に、 イタリア国内で勃発した第三次奴隷戦争へ、元老院は当時の失政官、ルキウス・ゲッリウス・プブリコララに軍を率いて、討伐に向かわせたが、ことごとく敗北した。クラッススは、自らの財産で訓練された新しい部隊を率いて、スパルタクス軍を討伐すると申し出て、元老院はクラッススをスパルタクス討伐へ派遣した。クラッススは、 レガトゥスのムンミウスへ戦闘を避けて、様子を伺うよう指示したものの、ムンミウスはスパルタクスへ戦いを仕掛けたため、ローマ軍は多くの死者を出し、兵の多くも逃亡する無残な敗北を喫した。クラッススは、見せしめとして10分の 1K を兵士らに実施、これは極めて異例のことであり、兵士たちを奮い立たせたものの、辛抱を失うことともなった。紀元前71年、 クラッスス率いるローマ軍団は、ルカニアで、スパルタクス軍を包囲した。ヒスパニアからポンペイウス、トラキアからルキウスリキニウスルクルスの、弟マルクステレンティウスワドルクルスがイタリアへ、向かっていると知らせを受けたスパルタクスは、クラッスス軍との戦闘を決意、両軍は激突したが、スパルタクスを含む多くの検討士、奴隷が戦死して、6000人の反乱軍兵士を捕虜とした。 クラッススは、捕虜とした6000人の兵士すべてを、アッピア街道に沿って卓刑に処した。処刑された、奴隷兵の死体は下ろされずに、しばらくの間、見せしめとして晒されたと伝わっている。クラッススは、スパルタクスとの決戦に勝利はしたものの、北部への闘争を試みた約5000の奴隷軍を、殲滅させたポンペウスが元老院に対し、戦争を終わらせたのは自らであると報告したため、 奴隷戦争での第一の功をクラッススは失うこととなった。これによってクラッススとポンペイウスの関係は抜き差しならぬ関係になることとなった。紀元前70年、ポンペイウスがコンスルエアシンを炉にしたのに対抗して、自らもコンスルへの立候補を表明。結果、ポンペイウスと共にクラッススはコンスルに選出された。クラッススはローマ市民1万人を食事に招待して、 各家族に3ヶ月生活を持続できるくらいの食事を分配することによって富を示した。クラッススは当時の政界で人並み以上の弁舌の才能を持ち、ポンペイウスが市民人気の高さから市民集会に勢力基盤を持つのに対して、クラッススは元老院で最も勢力を持った。紀元前66年、当時アイディリスであったガイウスユリウスカエサルが死亡し、 クラッススを独裁官とし、カイサル自身が、マギステイルエクイートムとなり、反対派の元老院議員を殺害した上で国家を、朗談しようとする計画が持ち上がったものの、未遂に終わったとされる。紀元前65年に、クラッススは、オプティマテスに属する、クイントするタティウスカトゥルスと共に、ケンソルに選出された。クラススは、ケンソル在任中に、エジプトを私物化しようと、略したが、 カトゥレスが抗議の意を持って辞任し、クラッススは、ケンソルの職ともども野望も諦めざるを得なかった。チチェローネディトナーカテリーナ、キケロによるカテリーナ弾劾演説を描いた、イタリア人がカチェーザレマッカリによる1888年の、昨期現前63年に発覚したルキウス、セルギウスカテリーナによる、国家転覆の陰謀へ、クラッススが関わっているとマルクス・トゥルウス・キケロが、 名指しで批判した。そのため、キケロを憎んだクラッススはキケロを抹殺しようと考えたが、息子のプブリウスが仲介に入り、キケロとひとまずは和解した。なお、ケンソル辞任後は、軍事での指揮権を得る目的もあって、フラメンリアリスを組むことで合意した。翌紀元前59年、カエサルがコンスルへ就任し、クラッススらが、かねてより主張していた、税官に対して、 上税額の3分の1を前払いで納税するように、定めた規則を廃止したほか、ポンペウスが征服した東方族州の再編案も可決するなど、三者によって国政をリードした。紀元前58年からは、プブリウス・クロディウス・プルケルが五民間に選任され、キケロ・ローマより追放、ポンペウスへ圧力をかけるなど、ローマ国政を労断したが、この時期のクラッススに関する動向は、 文献からもはっきりしない。紀元前56年、クラッススはポンペイウス及びカエサルとルッカで会談を持ち、紀元前55年から再びポンペイウスと共にコンスルに着くことを密約。密約通りにコンスルに選任されたクラッススは、紀元前54年から5年間、シリア属州総督としてインペリウムを得る法が可決され、同時にポンペイウスにヒスパニア属州、 カイサルにカリア属州の5年間のインペリウムを与える方も可決された。詳細はカルラエの戦いを参照期限前60年頃のパルティアコンスルの任期が終わらないうちにクラッススはローマを離れてブルンギシウムよりガラティアを経由してシリア属州へと入りアンティオキアで冬を越した。クラッススはポンペウスやルクルスが成し遂げられなかったパルティア征服の野望を抱いた。 息子のプブリウスリキニース・クラッススは、ガリア戦争に従軍させていたが、カエサルは騎兵をつけて、この遠征に送り出している。アルメニアをアルタウアスレス2世は、アルメニア領へと進軍することが考えられるパルティアを、迎え撃ちやすいこと、補給路が容易であることの理由から、クラッススにアルメニアを経由して、パルティア領へと侵攻するよう提案し、 クラッススが率いる約4万の軍の兵団もクラッススに約束したが、クラッススはアルタウアスデス2世の提案を断り、砂漠地帯を横切ってパルティア領へ進むことを決断した。紀元前53年、クラッスス軍はカルライデスレナス率いる騎兵部隊のパルティアンショットによる攻撃の前に敗北を喫した。クアエストルガイウスカッシウスロンギヌスは、 戦線の再編成を主張したがこれを知りけた。しばらくしてカッシウスは戦線を離脱し、手勢を率いて、シリア属州まで撤収した。カッシウスの提案の後に、パルティア側から交渉の申し出があり、兵士らはクラッシュスに交渉に応じることを要求した。クラッシュスは、罠とは知りながら、私は敵に騙されて死んだのであって、市民諸君によって敵に売り渡されたわけではないとの、 言葉を残して、パルティア軍との交渉に向かった。オクタビウスラ数名の部下と共に、パルティア軍陣地に徒歩で向かったが、クラッススがパルティア軍から馬を与えられて起乗したと同時に、パルティア軍から攻撃を受けて、クラッススは捕獲され、溶かした金を口に注がれて殺された。クラッススを殺害したのは、エクサトレスなるパルティア兵とも伝えられる。パルティア軍は、 クラッスの首と右手を切り落としてパルティア王へと献上した。クラッスの死とポンペイウスに嫁いだカエサルの娘ユリアの死によって微妙な関係にあったポンペイウスとカエサルの関係を抑えていた重しが外れる格好となり、やがてカエサル派と言動院派がローマを二分して争うローマ内戦が勃発することとなった。ありがとうございます。